さあ今回はですね、上級はやっぱり同じ人だったんで、初級に来てみましたけど魔法使いがいっぱいですね。普通に苦戦しそうだな。まあでもアーマーの力強さを証明する絶好の機会だねと思ったけど、ハルトキッズ、これどう来るんだろうね。ハルト赤をこっちに連れてきて誘導するのが基地か。赤を寄せますこっちに。これでハルトを右に連れてきてヘクトル迎撃がベストというか、それ以外ないから来てくれ。ハルト来てくれ。アクアから来んの。次ハルト来るなってなったら、ちょっと待ってくれ、忙しいぞ、狭い狭い、こういう時困るんだよね。よっこいしょ。どうしよっかと言ってもやることあんま変わんねえぞ。ヘクトルがやられたら負けですね。初級とは。こんにちは。強っ。やめて、痛い。おー強えな。まあでもアクアには勝てる。オッケー、ドスコーイ。無駄だぜ。ほれ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 、103。さて、まあ、それはさておきみたいな感じでね。エルフィーその場動くな。ただこれキッツ、ヘクトル逃げ場失ったんではこれ。あーキッツ、そう入れ替えじゃないんだよ今日のヘクトルは。今回は回り込みで、こういう時にね、魔法使いを相手にするときは入れ替えの方がやっぱり便利です。私は入れ替え派なんでね。どうしよっか、積んだなこれは積んでます ね、 そうだね。55が飛んでくるんですよね。ってことは何をやってもやられてしまうかと思ったけど、一つだけ手があるね、うん、ここに相性激化のロイ君、これ回り込んでやったらいいよ。これで OK だ。勝ったか、やったか、やってないと思う。まあ、これでいけると思うんだけど、激化君強いからね。こんにちは。あれかゆモロタでこの試合駆動、私初めてセリカ見ますおいー、まあ、セリカ持ってないんでね。よいしょ、さあ行こう。さてわー、というわけでまあ無事ね、上級よりはよっぽどきつそうな感じはありましたけど、やっぱりそのアーマーの基本スペックの高さが、まあ、いかに素晴らしいかということをこれ無事証明した感じのね、はい感じで、まあ、前回ちょっとお話ししたその3すくみの有利不利を意識して分散させるっていうのを今回実際にやってみたんですけど、まあ、今みたいな感じで、まあ、あれは多分な、まあ、アクアとラインハルトの順番が逆だったら、多分ラインハルトがまず突っ込んできてアクアで歌ってヘクトルに特攻だったと思われ、これがね、ドーガとかロイが左にずれてた場合、ラインハルト左から突っ込んできた可能性があるんですね。なのでまあ3すくみとかも意識して動かしてやると、なんかきつそうでもこんなに狭い空間でもまあなんとかなるという感じで、はい、多分これ私は全部アーマーですけど、今だと多分動画が龍馬とかだったりするんですかね、英雄祭的には。まあ匠とかその辺、まあ、反撃をうまく駆使してやれば多分きっとなんとかなります。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。